2期でハート描いてますということで、あー本当だ、1期と1期がこのね終着地点で落ち合うというロマンチック、ロマンチックだよ、血って出ちゃうけどロマンチックなのよ。だってだってだよ、最初全然違う方向に向かっていくんですよ。ちゃんとこの軌道を確認しとかないとここで落ち合えないんだよ。上空で目と目なんか合っちゃった日にはもうねロマンチックですよ。あ、でも消えでも消えちゃうんだよね。そっか、でもその一瞬の儚さがまたこうねわっと盛り上がるんじゃないですか。わかんないけどねわかんないけどね、もうただ私の頭の中でこれ言ってるだけだけどね。いや、そう、こんな感じですね、ロマンチックみたいなね一瞬で消えてしまいますからね。いや、いいじゃないですか、素敵です、なんてことでしょう。さあ続いて見ていきましょう。お付き合いいただきありがとうございました。皆さん、それではですね、この後も素敵な一日をお過ごしください。ごきげんよう。